です、今からね田んぼのフレールモアかけていこうと思います。こういうような感じで2番穂が出てきてますので、で来年こちらの田んぼは大事にしますので、なるべくね年越す前にフレールモアかけて、秋起こししていきたいなと思います。まあ細かくすればするほどすき込みも良くなりますので、はい、ではねやっていきたいなと思います。フレールモアはあまり負荷かけれないので、 PTO の設定は1で、で、540回転以下でやっていきます。はい、はい、終わりました。大体1時間ぐらいですかね。はい、そうね、引っ越場合も短くて刈りやすかったので、なるべくね、ちょっとトラクターにも負荷かけないように調整しながらやりました。はい、フレールモア終わった後なんですけども、こういうふうに吸気口のとこに虫とかね
ホコリとかがすごくついてますので、ちょっと終わったら開けてチェックして、でラジエーター部のところ、ここにホコリが溜まってないかをまず一旦部ごと終わったらチェックするようにしてます、はい、で朝見た時にこのクーラント液がねちょっと半分ローになってたんですけども、エンジン回したらこう増えてきましたので、ちょっとここ調整しなきゃなと思って、います。はい、寒さで気圧が変化するのでここら辺もちょっと変わってくるんでしょうかね。あ、ローだからやばいと思ってちょっと足したんですけどもね、ちょっと多くなりすぎてるので、はい、ここはちょっとね気をつけなきゃなと思ってます。まずモアかけたら、まあ、一旦部ごとにこのラジエーターはチェックするようにしてます。はい、というわけで今日は晴れてますね。晴れてますけど寒いですね。はい、こんな感じでね、来年の段取りもしつつね、やっていこうとね思います。ここはね水の乗りが悪いのでね、結構腐ったってしまったので、一回ちょっと畑に、戻して、で再来年水田にまた戻してみ、ようかなというような感じです。で土もちょっとね緩めですけども、今後から畑打ちできますかね、もしかしたらっていうような感じです。はい、なんかね寒さが体にこてますね。はい、というような感じでね、フレールモアの、作業風景でした。はい、あとは、フレールモア使用後の注意喚起、ラジエーターのチェックですね、になります。はい、今日は以上となります。ここの土なんですけども、やっぱちょっと掘ってみるとこう黒くねボクボクした、通称黒ボク土